はい、どうも、ヨネオチャンネルです。こんばんは。ということで、前回東口をブラブラ、したと思うんですけど、今回は、その続きの、動画になります。東口から西口に移動してきました。西口はこんな感じで、高い、ショッピングするビルが、立ち並んでるような、感じのところですね。もうね、いろんな お店がね入ってて、大宮に住んでれば西口で買い物すれば、何でも揃っちゃうと思いますよ。こちらドムドムドムって書いてある、ビルなんですけど、アニメグッズ専門店駿河屋さんとかも入ったんですよね。なので秋葉原とかまで行かなくても、そういうアニメファンが、好きな商品とかも、買えるように、なっております。こちらのアルシェはどちらかというと、女性向けの洋服とかが、買えるような、ビルになってますね。一番上はラジオ局 NAC5 が入っております。昔はね、一番上はなんかレコード屋さんだった気がしますね。 CD とか昔買った記憶があります。このなんだろう、駅前は大きなビルがあって、非常に賑やかなんですけど、裏側は特にね、お店も少なくて一気に静まり返っちゃうんですよね。ちょっと行ってみますか。美味しいお店とか、あとなんだろうな、面白いオブジェとかあったら、ちょっと気楽に、散歩する動画になってるので映していきましょうか。お、ことぶきのパチンコ屋さんなんですけど、お人形さん、いいね何を指さしてるのかわからないけど、こうちょっと 光に当たっていい感じに存在感がありますね。はい。でね、個人的に磯丸水産だったっけ、磯丸水産のさ、ネオンすごい好きなんですよね。めちゃめちゃ夜になると派手になって目立つ、すごいね、ここの建物の電飾は綺麗で好き。この裏にね、そう、スパゲッティ屋さんのパンチョとか、美味しいイタリアンのお店あるんですよ。ここスパゲッティパンチョさんですね。ね、どこだっけ、ここ時はコーヒーですね。時はコーヒーは氷川参道にもあるんですけど、めっちゃ好きですね。あれ、ここじゃなかったかな、以前行って、ここ美味しいなっていう風に思ったお店があって、ひいき屋さんっていうのがあるんですけど、あれ、ここじゃなかったっけちょっと分かんなくなっちゃいましたね。はい、まあしょうがないですね。あれ、移転はしてないと思いますけど、場所が違うのかな。ちょっとかなり前に、行ったのでもう忘れちゃいました。ちょっと渡ってみます。ここね、信号ないんですよ。気をつけないといけない。で、もう一個ちょっとご紹介したいお店があるんですけど、こっちの方ですね。ジャック大宮とかの方に向かうこの、ドムドムの建物の裏にドムドム2、グルメプラザだったかなっていうビルがあって、グルメプラザってだけあってさ、たくさんの美味しい、
食事どころが、待ち受けてるんだろうなっていうふうに思うわけですよ。なんですけど、昔はもっとあったのかもしれないんだけどね、今ね全然ないんだよね。はい、まずこちら、グルメプラザの建物に、なっております。豚骨ラーメンのお店、生姜醤油ラーメンのお店で、焼肉屋さんが奥にあって、その横に、その向かいか、向かいに、あ、こちらのお店ですね、かなり有名な、これ読めないんだよね、武州うどんっていうのかな、あかねさんっていうお店があるんですよ。建物にいろいろ格言みたいなものが書いてあるんですけど、諸行無常とかね、この世は日々進化退化しているとか、なんか深そうなこと書いてあるんですけど、インスタとかもやってて、かなり話題性がありそうなお店なんですが、実際に本当にあの有名なお店で、あのうどん屋さんなんだけどね、あのね、ハンバーグが有名なお店で、あの昔渋谷のギャルがうどん屋の、大宮のうどん屋のハンバーグがうめえっつって、あの一躍有名になって、そう、その後にね、なんだっけ、芸能人の方が訪れてさらに有名になったんですよね。でうどん屋さんって書いてあるんですけど、なんかハンバーグの方がうまいっていう風になって、今でもお客さんかなり来てるんじゃないですかね。この時間帯でさ、終わったよって書いてあるから、もう相当お昼の段階で材料とかがなくなって、もうお店を閉めなきゃいけないぐらい、にぎわってるんですよね。出会いは一瞬、次会いは一生とか書かれてますけど、あ、アルバイトも募集してるみたいですね。バイトを募集してるってことは結構儲かってるんじゃないですかね。ただかなり有名なお店で、以前行った時めちゃくちゃ混んでたんですよ。で今はわからないですけど、だから食べに行こうとした時にすごい混んでて、まだ一度も、存在は知ってるんだけど食べたことないということで、食べ物屋さんが意外と少ないグルメプラザのビルでした。はい、ということで明かりが賑やかな方を歩って行ってみましょうか。お、何これ面白い。お姉さんもおじさんもちょっと幸せなお店、ハラミ専門酒場、ハラミちゃんっていうのがあるんですね。初めて見ましたね。今日もいい酒、いい気分。どんどんね、大宮も入れ替わり立ち替わりで新しいお店ができるので、景観自体はほとんど変わり映えしないんですけど、あった、ここですね。 ありました。ここイタリアンひいき屋さんですね。そう、ここも以前食べたね、ナポリタンがね、非常に美味しかった記憶があります。ここでしたね、ひいき屋さん、ここ美味しいので、はい、おすすめでございます。今日は入りませんねはい、油そばのお店があって、もうすぐソニックシティがあるビルの近くに出るんですけど、駅前が賑やかなのに反してね、ちょっと離れるとね、ちょっと東口以上にね、そこまで明かりも灯ってなくて寂しい雰囲気になっちゃうんですよね。大宮は、大宮の裏は、はい、ソニックシティっていうシンボルタワーがあるんですけど、割とねそこまで賑やかじゃないんだよね、こんな感じ。まあでもカメラで撮ると、まあ賑やかな方も映すから、あれだけど、結構賑やかか。でここね、以前からある中華料理ライライケンさんですね。この古風な雰囲気がいいよね。中もね、昔ながらのチャーハンとかラーメンとかが売ってて、
非常に味のあるお店ですね。こういうところ好きですね。ほらちょっと行くとね、ほら、うん、どん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 暗くなっちゃうんですよ大宮って。エンドレスにずっと賑やかな、街並みが続いてるっていうわけではないんですよ。ここ以前食べたことがありますね、横浜ラーメン大岡さんです。醤油ベースの、中太ストレート麺、うん、が売りの美味しいラーメン屋さんでございます。ほらね、だいぶもう奥の方は暗いでしょ。ということで西口は駅周辺で楽しむのがおすすめです。はい、子供の頃から、あった、ソニックシティ大宮のシンボルタワーでございます。こちらはね、そうだな、思い出としては子供の頃に、屋上の展望デッキに、遊びに行って、そこに科学技術館みたいなちょっとした遊べるような、ところがあるんですよ。あのボタン押してなんかこうなんだろう操作したりとかしてっていうような、屋上にね、あの展望デッキのところに遊べるスペースがあって一日過ごせたんですけど、今もうなくなっちゃって、あの普通のオフィスになっちゃいましたね。で大人になってカメラを、始めた時にあの展望デッキで大宮の夜景を、撮影したいなと思って行ったんですよ。そしたらもうね、あの入れなくて、がっかりした記憶がありますね。ちょっと映せる範囲でソニックシティの中も、通路、あーどうかな、入れんのこれ。あーなんか上には上がれそうだから上に上がってみようか。ちょっと上に上がってみて出てみましょうか。はい、ソニックシティの、ビルの、中に入りました。まあ通り抜けるぐらいにしておきましょうか。あ、ここになんかいろいろ埼玉のお土産とかが展示されてますね。サイボク、そうそうそう、サイボクハムとか、埼玉有名ですよ。焼き鳥響きは知らないな。なんだろう、モンドセレクション11年連続最高金賞。モンドセレクションってよく聞きますよね。はい、埼玉といえば芝桜ですよね。武甲山っていうピラミッド型のね山と一緒に芝桜が取れてかなり迫力ありますよ。秩父行ったらぜひ行ってみてください。もうすぐあれ4月かな、芝桜って、5月4月5月とかその辺だった気がしますけど、富士山と一緒に芝桜っていうのがあるんですけど、埼玉の世界一のピラミッドって言われてる武甲山と一緒に見る芝桜っていうのも圧巻ですよ。本当に迫力ある、これ間違いない。ここ美容室がありますね。はい、サイゼリアがありまして、はい、ソニックシティの裏側はこんな感じになってますね。どっかで降りたい。ちょっと明るすぎない明かりがなんか近代的な建物とマッチしてすごい雰囲気がありますね。明日降りれるわ、ここから降りましょうか。ちょっとなんか なんだろうね、この裏側とかにもお店とかあるんですけど、なんか店前にぬいぐるみとか置いてありますけど持ってかれないのかな。ちょっと心配になりますよね、あからさまに置いてあるから。うん、盗まれちゃいそうな感じしますね。なんか
広角でさ、こういう近代的な建物をさ映すとかっこいいよね。ああ、東京とかのフォーラムとかも広角で、こういう感じで近代的な建物を撮るとすごいサイバーティックな感じがして面白いんだよね。なんか雰囲気のある通りがあるからここから降りてみましょうか。はい、ということでもうここまで来るとね人通りもなくなっちゃいますね。ちょっと拡大して見てみますけど野球専門店とかありますね。ここ知らなかったな。はい、車の通りは多いんですけどもうこの辺まで来ると人通りはほとんどありません。ということで、気楽にブラブラ歩こうの、動画なんですけどもうそろそろ、お腹も空いたんで、駅の方に戻って帰ろうと思います。東京に比べるとあれかもしれないけど結構大宮のね、建物も、なかなか結構迫力ありますね。迫力のある建物多いですね。ソニックシティも大宮で一番今もでかいんだよな。でかいと思うんですけどいやー、未だに一番っていうのはすごいね。一番だよな、多分一番だと思うんですけど、これ以上でかい建物見たことないもんな。かなり昔からあるんですけどこれ以上の建物は僕は大宮では見たことないですけどね。川口とかもビルの迫力最近すごくなってきてますよね。本当に大宮以上にビル群っていうもう東京じゃんっていう感じ、新宿とかに匹敵するぐらい高い建物が密集してるなっていうような、印象があります。はい、ソニックシティビル、奥にはうっすら、月も見えますね。今日はちょっと見にくいけど、満月かな、満月っぽいですね。どっかで登れるところがあったら登っちゃいたいな。ここから登れるかな。はい、橋の上に上がりました。ここがソニックシティのメインエントランスになってますね。こういうさ、トンネルとかも、僕はやらないんですけど人物撮影とかするときに非常にいいと思いますね。広角気味で映すとめっちゃかっこいいんだよな。ほらここのさ、ここで人を映してさかっこいいポーズとか撮らせてよくない？あ、まあ、びっくりしたああ、かっこよくないですかこれ。映像的にかっこいいよね。ポートレート撮影とかに夜ここおすすめの、スポットになってるんじゃないかな。なんかかっこよく撮れるような気がしますね。映像としてなんか宇宙ステーションみたいなこう吸い込まれていくみたいな感じで良くない？
こう未来的ななんか演出になってる気が個人的にはするんだけども皆さんはどう思いますか？そんなことない？気楽に散歩するっていう動画だから、まあこれといって特にね何か発見とか、あるわけではないんですけど、まあ大宮はやっぱり落ち着きますね。ずっと住んでますからね。一旦こう動画の合間に気楽に歩こうって時はちょっと大宮の散歩挟ませてください。なんか落ち着くんですよ。次はですね、あ、ここもなんか撮影スポットでうまく撮ればいい感じに撮れそうな螺旋状の階段がありますね。はい、写真撮影とかにも結構向いてるとこ多いんじゃないかな、大宮って。さっきの橋のところも絶対良さげだと個人的には思うんだけど、かっこよく、僕は人物撮影とか全くやんないけど、ポートレート写真とか撮れるんじゃないかな、わかんないけどね。ということで次回は一応流山大鷹の森を予定しております。本当に住んでよかっただっけ、住みたいだからちょっと忘れちゃいましたけど、そのランキングで、2023年度2位の、街になっております。僕もあの一度車で、スパがあるんですけど、あの新しくできたね、去年開業したんだよ、2022年に開業した新しい龍泉寺系列のスパがあるんですけど、そこに行ったぐらいで、街をね散策したわけではないんですよ。なのでほぼほぼもう初めて行くようなところになるので、個人的にも非常に楽しみにしております。2005年のつくばエクスプレス開業に伴ってできた、開発が進んでった町なのでかなり新しいんですよね。なので古き良き建物とかはおそらくないんじゃないかな、わかんない、ちょっと。ということで、こんな感じで大宮の、街ブラ動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。